最高でーす、パパさん。ルーちゃんどこ行くいの？や、どこ行くってルーちゃんもよくわかってお宮ないさけん行ど。こうか。おみやさん？なんだ？そりゃ。まあ、とりあえずまだ準備してるから、挨拶のルーちゃんです。なるほど、神社に初詣やね。いやー、礼装もバッチリ決まってるやん。かっこいいで。ルーちゃんももうそれ最高に決まってる？パパさん、どう？さあ、行きましょうか。ビューパパさん、待っとってくれた？ありがとうね。あれ、今日も天気もいいし、バッチリやねんけど、なんで？礼装はちゃんと歩きやし。いい感じやな。ルーちゃんだけなんでカバンに入ってんの？うわあ、すごい人並んでるやん、パパさん。これは大変だぞ。レイさん大丈夫？ルーちゃんカバンでよかったかもしれへんけど、のうももさん、これ大変やで。めっちゃ並んでる。いやー、これめっちゃ並ばなあかんから、なんかして遊ぶ。あれ？あれ？ルーちゃんたち並んでたのに、あれ？前入りされてるんじゃん、ママさん！いやー、びっくりしたね。こんな神聖なる神社で、前入り。いやー、ママさんたちはもう、優しいよね。なんにも言わへん。まあ、いろいろあるけど、なんかいい匂いするやん。あれ？どっから匂ってんの？これ。もう心奪われそうになったけど、いやー、めっちゃ並んでる。すごいな。いやー、もうでもこうなったらパパさんにあんた買ってもらおう。おっとうとう、ルーちゃんたちの番やで。いやー、緊張してきた。おー、すごいな。うわ、90度に頭を下げて。これ2回すんの？お、2回して、とりあえず両手、片手がもうかかりて。あ、ママさん上手やな。感謝の気持ちを伝えて、今年もよろしくお願いしますって感じやね。はい、最後に一礼して。いやー、緊張したよ、パパさん。よかった。最後に記念撮影でも撮る？さあ、行きますよ、ママさん。はい、どれや、どうですか？いい感じ。レイさんも最高。レイちゃんはやっぱりベビーカステラが食べたい。いやー、久々のロケは楽しかったわ。もう最高、最高ですわ。もう本当に皆さん、これからもよろしくね。